所長の強い思いを感じます。特殊詐欺被害ワースト1の汚名返上へ。東久留米市と西東京市を管内とする田無警察署が被害の撲滅を目指し、オリジナルの楽曲を制作しました。こちらの会場では特殊詐欺撲滅音頭が披露されます。作詞作曲はなんと田無警察署長ということです。ホールに響き渡る懐かしさを感じるメロディー。田無警察署が地域の特殊詐欺をなくそうとこのほど作ったのが特殊詐欺撲滅音頭です。ある日突然やってくる、突然来るから騙される。東久留米市と西東京市を管轄する田無署によりますと、管内の人口は警視庁管内で2番目に多く、およそ32万人。このうち高齢者はおよそ8万6000人で、特殊詐欺の被害件数は警視庁管内で一昨年は最も多く、去年は3番目の多さでした。卑劣なですね、犯罪をなんとか撲滅したいと心から強く思っているところであります。そうした思いがですね、文才や音楽センスのない私を奮い立たしてですね、歌詞やメロディーをですね、思い浮かばしてくれたんだろう。去年9月に着任した葛城署長が特殊詐欺の撲滅に向け思い立ったのが、繰り返し口ずさめて覚えやすい音頭の制作でした。自ら作詞作曲を手掛け、レコーダーに歌を録音。その歌を警視庁音楽隊が編曲し、完成に至りました。お金や過労に関しても電話があったらそれは詐欺、慌てず騒がず電話機に迷わずすぐに110歌唱は西東京市に住む演歌歌手の藤原宏さんが担当。日本舞踊五条流の師範が振り付けをしています。よかった、素晴らしかっ た踊りたかった。範囲所長さんが、うん、ね、うん、素晴らしいですよ。いい歌ね、本当、うん、踊りやすいし覚えやすいし、田無のあの盆踊りがありますので、その時に披露されたらいいなと思います。市民にも好評の特殊詐欺撲滅音頭、所長は期待を寄せます。口ずさんでもらう大事なことをですね、繰り返し繰り返し口に出して言ってもらう、そのうちにですね、防犯力がつくんじゃないかと思ってですね、小学校の低学年の方だとか、これから高齢者の層に入ってくる50代の方だとかですね、とにかくあの幅広い世代の方にですね、歌っていただければなというふうに思っています。ワースト1の汚名返上へ、署長が音頭を取り特殊詐欺の撲滅を目指します。